アカプルコ、アカプルコはメキシコが衆国の太平洋岸のゲレエロ州にあるリゾート都市。正式名称はアカプルコデフュアレス。首都メキシコシティから南西に約300キロの太平洋岸に位置する。人口は60万人強と中規模の町だが、海岸沿いに大規模なリゾートホテルや豪華な別荘が立ち並び、世界中から 人口の10倍以上の年間数百万の観光客が訪れる古くからのリゾートである。1963年のエルビス・プレスリーが主演した映画アカプルコの海の舞台としても取り上げられ、他にもその風光明媚な土地柄から多数の映画のロケ地として使用されいる。1968年に開催されたメキシコシティオリンピックのヨット競技が アカプルコで開催された。首都メキシコシティの外交をベラクルスと共に担ってきたため、太平洋側のメキシコ有数の貿易港としても栄えている。1609年にフィリピン総督ドン・ロドリゴ一行がマニラからアカプルコへ向かう航海中台風に遭い、房総半島の温宿海岸で遭難し地元民に救出されたことがあり、その後、1613年、 慶長19年には、ローマへ向かう伊達藩氏、長谷倉常長一行が、経由地として訪れるなど、日本とも縁が深い場所で、千葉県温宿町や宮城県仙台市の姉妹都市である。8世紀までに、アカプルコ一帯に小規模な文化が存在していた。一帯は最初オルメカ人によって、スペイン支配の前の期間には、他の複数の部族によって支配されていた。アカプルコ湾には、 プラジャラーガとエルギターレンとして知られている丘の上に、二つのオルメカ人居住地が存在していた。オルメカ人の影響で小さく散らばっていた村がより大きな集合を取り、祭儀の中心地を建設した。後には、テオティワ間影響により、村からクエルナバカやチルパン信号を経由する道路が建設された。そして、マヤ人の影響が、 テワンテペ,ペク地境からハカ通じて伝えられた。アカプルコの歴史は、特に、プラジャ・ホーナス、ピエデイラ・ラグエスタ、トンブッコで発見された、考古学的な埋葬品からることができる。11世紀に、ナアトル人やコイサス人の新しい移住者がやってきた。これらの人々は、アステカ人の祖先であった。アカプルコは、アビツ・オトル王の統治時代の1486年に、正式に、 アステカ帝国の一部となった。この地は、ピッパクイルコという名前の属州の一部であったが、ほとんど統治の組織化はされていなかった。アカプルコアが、どのようにヨーロッパ人に発見されたかについては、二つの説がある。一つ目は、スペインによる征服の二年後、エルナンコルテスが金を発見するために遠征隊を送ったという説である。1523年以降、 遠征隊はこの地域を制圧し、コルテスによって、サーベドライセロンが一帯に居住区を設立する承認を与えられた。もう一方の説は、サンチアゴゲバラを船長とするエルタッパチェ、サンチアゴ号という名の小型の船によって、1526年12月13日に発見されたという説である。エンコミエンダ星は1525年最初に、近代のアカプルコ自治体の一部である。 カカワテペックで設立した。1531年、ファンドドリゲスでビジャフエルテのような多くのスペイン人が、オアハカ海岸を離れ、アカプルコが位置する場所にビジャフエルテの村を設置した。ビジャフエルテは、原住民を制圧することができず、結果として、クワウテペック地区で、ヨッパ反乱が起きた。コルテスは原住民と交渉して、情報を与えるために、バスコポルケイオを送らざるを得なかった。 アカプルコ地方はエンコミエンダ製となり、ロドリゲスでビジャフエルテは税をオカカオ、キヌ、トウモロコシの形で徴収した。1530年代までにコルテスはアカプルコを主要港として創設し、1531年までにメキシコ式と港との間の最初の主要道を建設した。マルケスとイナの不当がブルジャポイントとダイヤモンドポイントの間に建設された。 その後すぐ、この地域に、町が作られた。極東でのスペイン貿易により、アカプルコは、ヌエヴァ・エスパーニャ経済において、重要な役割を与えられた。1550年までに、アジアからのガレ温泉がアカプルコに到着し始め、町がヨーロッパ人移住地の高級的な基地となるように、その年に、スペイン人の30家族が、メキシコシティから送られた。 フィリピンとの直接貿易により、スペインにとってアカプルコは、ベラクルズに次いで重要な港となった。貿易は、毎年マニラガレオンで、集中的に行われた。マニラガレオンが、ヌエバ・エスパーニャとヨーロッパ、アジアの間でのすべてのやりとりを結びつけた。1573年、アカプルコ港は、マニラ貿易の潜媒権を認められた。 16世紀中頃から19世紀初期の間、マニラ・ガレオンは毎年行き来した。ヌエバ・エスパーニャに運ばれる豪華な金品は、フランシス・ドレーク、ヘンリー・モーガン、トーマス・キャベンディッシュらのイギリスやオランダの海賊の関心を引きつけた。彼らは、ガレオン船を黒い船と呼んだ。港と来る船の積み荷を守るため、サンディエゴ城壁が建設された。城壁があるにもかかわらず、 1615年、オランダ戦団がアカプルコに侵攻し、立ち去る前に、町や城壁の多くを破壊した。1776年に地震により城壁は崩壊し、1783年に再建された。19世紀の初め、スペイン王カルロス4世がアカプルコの姿勢を宣言し、スペイン王にとって必要不可欠な場所となった。しかし直後に、 メキシコ独立戦争が勃発した。1810年、ホセマリア・モレロイ・パボンが中世な指揮官であったフランシスコ・パレスをトレスパーロスの戦いで破った後にアカプルコを攻撃し街を焼き払った。1821年のメキシコの独立によりマニラ・ガレオンの往来が途絶えた。19世紀中頃にカリフォルニアで起きた。 ゴールドラッシュの間、パナマからの往来の船がアカプルコに寄港し、港としての重要性が回復した。空路では、アカプルコアルバレス国際空港が玄関となり、メキシコシティから約1時間、高速道路を使っていくと、約5時間程度の距離にある。日本からの直行便はなく、アエロメヒコ航空や日本航空のメキシコシティや、ティファナイキの直行便を乗り換えていくのが、一般的である。 もしくは、アメリカのロサンゼルスやダラスでの乗り換えで行くこともできる。アカプルコに限った話ではないが、メキシコ国内では2000年代に入ると麻薬絡みの犯罪や抗争が爆発的に増え、アカプルコにも余波が押し寄せている。2011年1月8日には、ショッピングセンター脇の路上で頭部を切断された15、一体が見つかる事件があり、これも、 麻薬絡みの犯罪と考えられている。メキシコのシンクタンクが発表している2012年の主要都市別の殺人事件発生率では10万人あたり143人となり世界2位を記録している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。